二足歩行の足跡が見つかったエチオピアのルーシー考古資料とは歴史を考察する一次資料の、うち、遺構、遺物など考古学的発見によって得られた資料、また考古学が対象として取り扱う資料の総称で、物質の上に留められた人間活動の痕跡のすべてを指す。ツタンカーメン王の黄金のマスク考古資料の代表例としては、土器や石器、金属器などの遺物、 縦穴住居跡や土工墓などの遺構など人間の積極的な制作活動により残されたものが掲げられるがこれらのほかに廃棄された銃骨や魚骨石器制作に伴う石くず無意識のうちに着せずして残された人間の足跡や車輪痕跡なども含みこれらの相対である遺跡全体が考古資料として扱われる考古学における考古資料は文献史学における 文献資料に対応する。考古資料は、時間的な位置づけとともに、空間的な位置づけが研究において、極めて重要視される点で、美術品とは大きく異なり、むしろ古生物学における、化石資料との共通点が多い。共に出土した土層の層除や、出土地点、出土状況が重視されるだけでなく、共に発掘調査によって得られ、当該学問において、 根底となる、基本資料であり、また、その資料には、依存しやすいものとしにくいものがあり、依存状況としても様々なレベルや容態があること、さらに、資料に依拠した復元的思考によって、検討内し追求されることなど、資料の入手方法や資料特性、分析方法などの書店で、考古学、考古資料と古生物学、地質学、化石資料では、共通点が少なくない。 このことを利用し、例えば、地質学における地層類重の法則などは、考古学にも応用されて、多大な成果を上げている。東北地方北部湿度の遠藤仮想式時歴史資料の分類方法には、様々なものがあり、また、銀味し考察する人間の姿勢次第で、どのようなものでも歴史資料となり得るから、いくらでも細分が可能であるが、ごく大まかには、 以下の5つに対別することができる。新聞、雑誌、文学なども含め、文字によって記録された文献資料絵画、写真、漫画、地図などの図像資料映画、ビデオ、録音などの映像資料、音声資料、考古資料、風俗、習慣、伝説、民話、歌謡など伝承された民族資料これはあくまでも分類の一例である。この中で、考古資料は、 人間活動の永遠の痕跡を示す実物資料と言えるが、その一方で資料としては、特に総医学的研究においては、堆積物としての性格を合わせ持っている。なお、それぞれの歴史資料の詳細については、各項目を参照されたい。大占領古墳、人が祈り祀った場所、寺や神社、神殿の後、人が物を作った場所、道や港跡、死者を葬った後、 墓以外で意図的に何かを埋めた遺跡などがある。不動産的価値を有する遺構と、動産的価値を有する遺物等を有機的につなげている環境も含めて遺跡と称する。なお、同一遺跡エリア内に複数時期にまたがる複数種類の遺構が重層的に存在する遺跡を複合遺跡、単一の年代、種類の遺構で構成される遺跡を単純遺跡という。 移行、遺跡を構成する不動産的要素。縦穴住居の掘り込みや、柱穴、土工、集落を囲む看合の跡など。遺物、遺跡を構成する、動産的要素。土器や石器、木器などの隠し道具、道具を作るための道具、燃料、さらに食用や道具を作る材料として持ち込んだ、動植物の遺体、廃棄された貝殻、魚骨、重骨、 クソ石なども遺物に含まれる。遺跡に堆積した土層、遺物を含む自然堆積土層、遺構内に溜まった土層、掘削や廃棄、り土、整地などにより人が気づいた土層。人の遺体、化石化したものは化石人骨と称する。文化財保護法第2条の第1項に建造物、絵画,画、彫刻、工芸品、書籍、転石、 古文書その他の有形の文化的所産ではが国にと、捨て歴史上または芸術上価値の高いもの並びに、考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料とあり、法的には有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群を文化財としたうちの有形文化財にあたる。また、同法27条によれば、 有形文化財のうち重要なものを、重要文化財、重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、類ない国民の宝たるものを国宝に指定することができるとしている。広告資料で国宝に指定されているものは、国宝一覧広告資料の部にリストアップされている。遺跡に関しては、記念物の扱いであり、第109条から第133条の 史跡名称天然記念物で扱われる。特に重要な遺跡は、史跡さらには、特別史跡に指定され、保存の対象となる。しかしながら、考古学研究においては、本来的には、遺構遺跡と遺物とを切り離すことはできないはずである。したがって、ここではもっぱら文化財の保護と活用に際しての、便宜に供した区分になっているとも言える。なお、同法の、 第92条から第108条までは埋蔵文化財の取り扱いに関する規定であるが、これは発掘調査の対象となる遺跡内史は考古学研究における考古資料とほぼ同義である。認定基準を満たし、あるいは法的手続きを経た考古資料が埋蔵文化財である。京都市内の発掘調査風景地球上に人類が誕生してから、 文字の発明まで文献資料には長い空白期間がある。こうした戦士時代の様相を解明していくためには、考古資料が欠かせない。佐原真によれば、考古資料を特に文献資料と比較した際の特質として以下の書店を掲げている。文献資料は具体性に富上絶である一方、記録書の世界観やイデオロギーに規制され、作為を含む記事術や、 恣意的な解釈が書かれててあることもあり、誤字や誤りも起こり得る。それに対して、考古資料は無口だが、基本的に嘘をつかない。どんな破片であっても、基本的には、本物である。古い文献ほど、中央側、体制側、有力者側、男性に偏る傾向がある。それに対して、考古資料には偏りがなく、平等である。発見や、 発掘調査によって、考古資料そのものがどんどん増している。自然科学の発達と、その定型とによって、花粉化石、細胞化石、寄生中卵、脂肪酸、DNA、放射性同位体の割合など、目に見えない、考古資料も増加している。道路建設などの開発行為によって遺跡が、どんどん、減少している。考古資料の洪水の中で、 考古資料全体を把握している人がいない。木材など腐ってしまう有機質異物や何度も見直される正道、制銅器鉄器など、考古資料は全体から見れば残らないものの方が多い。なお、日本中世史の石井進は、1970年代以降、歴史学の分野で活用されることの多くなった支配文書が廃棄処分された文書の再利用である点が、 考古学調査で大量に出土する当事編にも似ており、伝製品ではないが、偽作もほとんど考えられないことなど、多くの点で考古資料と共通する性質を持っていると指摘している。これは古代の漆紙文書でも同様のことが言える。石井はまた、文書資料は絶対年代がわかるが、考古資料は相対年代しかわからないというのは誤解であると述べている。 考古資料が沈黙の資料であることについては、人々の恣意的解釈の範囲から外れているという意味では客観的ではあるが、依存してきた多くが偶然性によるという意味においては、残存条件によって情報量に偏りがあることもまた事実である。いずれにせよ、文献資料も考古資料も共に制約を持つものであり、それゆえ相互に補完し合いながら歴史像を描いていく。 必要がある。博物館や美術館などで展示されている考古資料は完全な形をしているものが多く、見た目も美しく、さほど弱いものに見えないが、実は長い年月を経てきたものであって、資料は時間の経過とともに劣化していく。また、実際に出土する遺物の多くは、破片の状態で出土するのであり、これらをつなぎ合わせたり、欠損部を石膏や、 合成樹脂で補いながら復元される。そのため、取扱いの任にあたるものは、見た目とは違う資料の脆弱性を、しっかり認識せねばならない。土器や埴輪については、突起、とって、装飾部分を持たないこと、両手で持つことが基本である。石器も人部は極めて鋭利に仕上げられているため、その部分に強い力がかかると簡単に折れたり、割れたりする可能性があり、しかも、 こうした、惰性石器の人物には貴重な情報が残っているので、なるべく触れないよう心がけるべきである。金属器を取り扱う場合は、事前に X 線撮影を行い、その状態を把握しておくことが望ましい。腐食やひびが著しい場合には脱塩処理が必要なケースもある。木器の場合は、樹脂安心処理や、 凍結乾燥処理などの科学的保存処理が施された資料であれば他の考古資料と同様に扱うことができる。なお、土壌や階層の剥ぎ取り、標本や排斥、立石、縦穴住居などの移行も貴重な展示資料となる。滋賀県立安土城考古博物館、京都市考古資料館、辰馬考古資料館、正門考古資料枠に、都道府県、市町村設立の 各博物館、資料館に数多く収蔵されている。ここでは、考古資料を専門的に展示する施設のみを掲げる。なお、大学付属の資料館としては、国学院大学、明治大学、国際キリスト教大学などのものが著名である。イスタンブール考古博物館の展示、ありがとうございます。